ごきげんよう、ジャパラの皆さん、ノブでーす。ミヤでーす。今日は焚き火だよ。みんなが大好き焚き火だよ。皆さんご存知かなっていうような焚き火台なんですけど、そちらをねレビューしたいと思います。それがですね、これユニフレームのファイヤースタンド2。このねメッシュの焚き火台でね、一番オーソドックス中のオーソドックスな焚き火台をね購入したんですよ。私がこれを選んだ理由としてはですね、まあまずね軽いんですよと書いてるんですけど、 490g で、しかもそこそこねコンパクトなんですよね。こんなコンパクト、まあご覧の通りこれぐらいの大きさです。長さはどのぐらいの大きさなの？これ長さがですね、収納時はだいたい太さ、これがね6センチぐらいで、大きさが57センチ。このね袋に入ってるんですけど、残念なのがですね、ショックだったんですけど、袋から足がねはみ出ちゃってるんですよこれはねマジで残念だなと思いました。メイドインジャパンとしてはあれだね、ちょっと問題だね。これ間違えて袋入れてんのかなって思ったりしたんですけど僕が届いたやつは袋に収まってなかったです。ちょっとユニフレームさん、これは問題だね。これはね、本当がっくりきました早速なんですけど、動物をお見せしますね。この箱がまず届きました。で、この中にこれが入ってました。で、あとこちら注意書きですね。本製品は薪専用です。炭使えないんだね。そうなんですよね、メッシュが破けちゃうんだろうね。多分そういうことなんですかね。まあ薪だけの焚き火台になってます。開けるとですね、じゃじゃーんと、じゃじゃーんと、こんな感じ。このフレームの部分と上につけるメッシュ、これだけなんですよ。多分ね組み立てと片付けがすんごい簡単なんじゃないかなと思って、僕はねそれがいいかなと思って買ったんですよね。これからね焚き火をしようと思うんですけど、これね使う前に細かい部分をちょっとお見せしたいなと思って、15倍のマクロレンズでこの焚き火台をねちょっと撮ってきました。まずそちらをご覧ください。フレームの下の部分になります。地面と接する部分ですね。ゴムのような素材で保護されてます。ぴったりくっついていて、そんな簡単には取れなさそうですね。フレームの上の部分ですね、メッシュの網をつける部分になります。バリもなく指が切れることはなさそうですね。かなり薄く加工されていますね。これが軽さの秘訣なんですかね。フレームの部分になります。綺麗に仕上がってますね。こんなフレームの質感になってます。メッシュの四隅にあるネジ止めされている部分ですね、こんな感じで止まってます。メッシュの部分になります。下の部分は折り返しの部分なんで二重になってますね。まあ、端っこなんで強度が強くなってますかね。真ん中あたりがこんな感じのメッシュになってます。灰が落ちないか気になるので、メッシュの網目の大きさを測ってみると、まあ、大体1ミリぐらいの大きさ感の網目になってますね。ネジを横から見てます。こんな感じで止まってます。ちなみにネジはこういう素材感ですね。ネジの先の部分はこんな感じです。特に何も加工はされてないですね。フレームの網にネジを刺すとこんな感じになります。そこそこ余りがある感じで作られてますね。網の端はこんな感じになってます。尖っているわけではないので指を切ることはないかなと思います。四角いフレームと真ん中の棒の部分の結合はこんな感じのネジで止まってます。ここが四角いパーツの端の部分です。で、回すとですね、この四角いパーツが止められている部分、こんな感じで端っこが溶接されています。マクロ映像いかがでしたかね。まあ、なかなかねあんな細かいところまで見れるのはねないかなって思っております。次はね組み立てでいこうかなと思います。で、組み立てはここがねネジで止まってるわけなんですけど、こいつがこういう感じで
こうなるんですよ。わかりますかね、広がると。これ上下はこの穴かな。そうなんですよ、上が穴開いていて下側がですね、ここね、プラスチックみたいなので保護されてるんですよね。ゴムかな。この上の面を正方形に広げてしまいます。で、そこにこちらネットを敷くわけなんですけど、ネットはですね、こういうネジがあります。ネジがついてるんで、ここをね、穴に刺していきます。じゃあこのネジをこの穴に刺しますね。こうですね。で、2箇所目、3箇所目、で、4箇所目ですね。こんな感じです。おお、つけると湾曲まだ未使用なんで反対側に沿ってるんですね。これだけで組み立て完了なんですよ。これね、めっちゃ簡単じゃないですか。ちょっと巻き置いてみます。どうですかね。こうするとね、ちょっと沈んできますよね。まあこんな感じ、まあ適当に今置いちゃったんですけど、こんな感じですね。巻き置くとこのメッシュがね、ちゃんと沈むようにはなってますね。たわみが取れるって感じかな。うん、そうですね。この組み立てた時の大きさなんですけど、上の面が 40cm×40cm です。で、高さが 30cm になってます。でですね、この上に乗せられる耐荷重なんですけど、これね、5kg ってなってます。巻き 5kg って難しい表現だね。なかなかね、5kg いかないんじゃないかなと思うんですけどよし、初火入れ式やりましょう。着火。
き安定してきましたね。うん、いい感じ。ちょっと電気消してみましょうか。電気消してみました。まあまあ焚き火台という結構な高さまで火が上がってますね。なんかピコグリルより、はい、上が良くない？いいですね。なんかこうメッシュになっているので燃焼効率がねかなりいいらしいんですよね。この焚き火台買ったんですけど、まあ、欠点はねちょっとあるかなと思っててですね、まず横風にね弱いんですよね。何もこう守ってくれるものがないのでね。なのでね強風の時とかはかなりね灰とか舞いやすいかなっていうのは懸念してます。あとね五徳がないのでバーベキューみたいなことをやるのはね難しいかなと思います。まあ、こうやってね焚き火を楽しむにはかなりいい焚き火台だと思います。あとこのメッシュがね、まあどの程度使ったらダメになるのかっていうのはねこれから使って見ていきたいなと思います。ちなみにこのユニフレームはこの交換のメッシュがあってですね、それはね3300円で売られてます。まあ、このねメッシュの焚き火台って類似品がねめちゃくちゃたくさんあるんですよ。類似品をね一つね買ってみました。次の動画でそれを比較してみるっていう動画をね今度出してみようかなと思います。 Amazon でね似たようなやつがあるからね、本当に類似品たくさんあります。購入迷ってる方のために参考になればいいかなと思って今度動画配信させていただきますので、よければ楽しみにしててください。そんな感じで今日はユニフレームのファイヤースタンド2っていう焚き火台を紹介させていただきました。商品リンクはね概要欄に貼ってますので購入の参考によければ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねお願いします。焚き火台の下の温度、赤い点のところですね、あそこの温度が129度。いや結構あったかいんだね。いや100度超えてるとかなり暑いですよね、うん、ってことはやっぱこういうシートを敷かないと芝生はすぐダメになっちゃいそうですね。